はぁ、あ、結局この病院でも同じこと言われちゃったよ。しかも雨降ってるし、ついてないな。お大事に。いや、お大事にって、余命100日で、お大事にもクソもないよ。はぁ、あ、手術代にいきなり100万円なんて用意できるわけないよ。傘だって買う金ないのに。あぁ、これからどうしよう。あれ？あの二人、雨宿りしてるな。二人とも、どうしたの？水に濡れたくないからね。ここで雨宿りしてるんだよ。バスもまだまだ来ないから、帰れないんだよね。しょうがないな。ん？何？ん？傘貸してくれるってことなのかな？僕は濡れても平気だから、あげるよこれ。どうせもう、使わなくなる傘だし。君、名前は？ん？僕？カッシー。君たちは？あ、バナオ。私はどっちに帰るの？僕はあっちの方に家があるんだけど。ああ、じゃあ親たちと一緒の方向だね。それならみんなで一緒に帰ろうよ。まあ二人がそれでいいんだったらいいんだけど。あれ、カシはそんなに落ち込んでどうしたの？いや、それが突然100万円が必要になっちゃってさ。え？ 100 万円？そうなんだよ。そんなお金急に用意できるわけないのに。僕貧乏だからさ。じゃあ俺が宝くじでこの間100万円当たったから傘のお礼にあげるよ。めちゃくちゃ太っ腹ですねあなた。でもそんな大金いいのかな。まあ宝くじが当たってないって思ったら100万円なんて合ってないようなもんだからね。君めちゃくちゃ優しいな。バナオくんって呼んでもいいかな。ああ。隣の美人さんはマー様でよかったかな。でいいのだ。そっか、まあ、ちゃん、バナオくん、これからよろしく。ここがおいらんちだよ。ここがバナオくんのお家なのか。うん、まあ綺麗なとこだけど、入ってって。自分で言うタイプなの。そうそう、この人こういうバナナだけど、よろしくね。自分で言わないと誰も言ってくれないからね。めちゃくちゃ陽気だな。なんか楽しくなってきちゃったな。お邪魔します。どうぞ。こっちに秘密の地下室があるから、ついてきて。え？家に秘密の地下室あんの？うん、100万円は大金だからね。わお。だ、大丈夫？バナオくん。わお。何ここ、すごいでしょ。行っていいのかな。おー、すごく立派な地下室だね。うん、ところで100万円なんだけどさ。うん、隠すときにセキュリティとしてなぞなぞ仕掛けたんだけど、答えがわからないんだよね。自分で仕掛けた謎謎忘れちゃったの？一体どんな謎謎なのだ？これなんだけど。本を1日10ページ読んでいます。10日目には何ページ読んでる？100ページ、1000ページ、10ページ。結構難易度高いのやっちゃったなこれ。しかも間違えたらね、この部屋が燃えるか、大爆発しちゃうんだよね。それぐらいしないとセキュリティにならないからね。バナオくんっていうのは結構やることなすこと大胆なんだな。でもそれならみんなでなんとか考えないと。ああ、でもそういえば簡単だったね。え？1日10ページだから10日目には100ページなんじゃない？いやいや、ちょっと待って。ああ。火事になってるね。どうしたらいいの？あ、とにかく早く逃げるよ。こっち来て。どこ？スイッチ押して。100万円は？早く逃げないと爆発しちゃうよ。マジか、早く。マージャン無事？無事だったのだ。あ、火が燃え移ってるね。バナオくん、あの答え違ったと思うんだけど。え、何なのだ？1日10ページ読んで。嘘でしょ。爆発真似しちゃったね。ああ、見るからに100万円もなさそうだよ。ああ、本当だ、どこにも分からないよ。何が間違いだったのかな。バナオくん足し算しちゃったんじゃないの。足し算しちゃったね。10日目も何ページ読んだかって書いてあっただけだから、10日目も10ページだったんじゃないの。なるほど。まあそういうこともあるよね。でもカッシー君は100万円必要なんだよね。必要だけど、バナオくんの家がこんなになっちゃったら100万円くれとは言えないよ。あ、そうだ、私のお父さんに頼んだら100万円貸してくれるかも。え、まあちゃんってもしかしていいところのお嬢さんとかそういう感じ？いや、そんなことはないけど、とにかくお父さんのところに行ってみるのだ。なんだかごめんね、バナオくん。しょうがないよね。
大ぶりに乗ったつもりでばあちゃんついていこうよ。めちゃくちゃポジティブなバナナだな。それじゃあ私についてくるのだ。誰ともハヌーンとかオダーとか結構おもろいな。かわいいでしょ。なんだかいい風が吹いてる気がする。ついたついた。ここが私の家なのだ。あの車いすぎてもかっこいいね。めちゃくちゃ大豪邸に高級車。なんかこんなボロい傘に入れてごめんなさい。恥ずかしくなかった？いやいや、そんなん貸してくれたのがありがたかったのだ。さあさあ入って入って。お邪魔します。バナオくん着慣れてるな。お邪魔します。まあゆっくりくつろいで。バナオが言うな。緊張するな。そんな構えなくて大丈夫だから、その辺に適当に座ってて。私はお父さんの部屋に行ってくるのだ。わかりました。ああ、相変わらずすっごいね。何これ。大量のお金だよ。こんなソファーみたいに札束置いちゃって触っていいかな。うん、記念にちょっとぐらいやったらいいんじゃないのかな。なんだこれ、数えきれないよね。カッシーくん、ごめん、いやいや、それは仕方がないよ。やっぱり自分の手で何とかするしかない。何とかするってどうするのかな。もしかして盗んじゃうの。そうそう、マー様の家のって。こら、そんなことしたらダメでしょ。そうだね。自分でお金を借りてビジネスをするんだよ。わーお。じゃあ、せっかく乗りかかった船だし、オイラたちも手伝う。仲間だし一緒にやるよ。ばあちゃん、バナオくん、こんないい人人生で初めて会ったよ。ありがとう。それじゃあお金を借りに行くからついてきてくれる？よし、行くよ。レッツラゴー。今の僕でいくら借りれるか分かんないけど、なるべくたくさんお金を貸してくれそうな銀行がこっちにあるんだ。ついてきて。あったぞ、ここだ。闇の裏金銀行。いかにも銀行って感じだね。闇の裏金っていうのがちょっと気になるけどね。でもここは僕みたいな一文なしでも金を貸してくれる唯一の銀行なんだ。よし、開いてみるよ。ああ、警備員さんも厳重だね。よし、まずは取引してくるね。うん、気をつけて。カッシー君の受付の人も強そうだね。え、こんなにいいんですか。やったぞ、まーちゃん、バナオ君。いくら借りれたのだ。それが何も持ってないのに50万円も貸してもらえたんだよ。え、50万円も。じゃああと50万円じゃん。簡単だね。いや、でもこの50万円は借りたお金だから返さないといけない。つまり150万円は稼がないといけないんだ。どうやってそんなに稼ぐの。まずはビジネスをするためには土地がいる。シティでどこかいい場所がないか土地を買いに行こうよ。そういえば、この間売られてる土地を見つけたんだよ。お、そこに連れて行ってよ、シティーボーイ。早いに越したことはないし、すぐ行くのだ。よし、行くぞ。なんだか二人がいると、何でもできそうな気がしてくるな。ここだよ。え、1ブロック、50万円で売ります。高すぎるよ。待って待って、ここにも何か書いてあるのだ。貧乏にお断り。ああ、この1ブロックから俺たちのストーリーは始まるんだね。いやいや、これだけだとお店は開けないよ。やっぱりシティは土地が高すぎる。じゃあビジネスは諦めちゃうの？いや、もっと田舎で安い場所を探そうよ。ああ、なんだか楽しくなってきたね。燃えてきたね。そうだな、せめて100ブロックは欲しいな。100ブロックと言わず1000ブロックがいるのも探すよ。なんだろう、めちゃくちゃなんだけど心強い。よし、念願の土地を買ったぞ。どこくらいまでがカッシー君の土地なの。この見渡す限り全てが僕の土地だよ。めちゃくちゃ広いのだ。高かったんじゃないの。実はこれ20万円で買えたんだよ。激安だね。めちゃくちゃお得なのだ。え、オイラたちはどうしたいの。まずはこの辺りに生えてる木を伐採してお店を建てれるように設置しようよ。バル、うん、頑張るぞ。二人とも木材集まった。集まってきたよ。大量なのだ。よし、それならこれを使ってお店を作っていこうよ。材料だよ、ただだし一石二鳥だね。そういうことです。やった、
ビジネスをするためのお店の外観ができたぞ。一国一城のあらじみたいでかっちょいいね。二人のおかげだよ。でもここで一体どんなお店を始めるのだ？実は僕、シティでカフェ店員をしていたことがあるんだよ。おしゃれだね。だろ？だからそのノウハウを生かしてここにバーガーショップを開こうと思うんだよ。いいね、私ハンバーガー大好きなのだ。ハンバーガーって美味しいもんね。絶対すぐ100万円集まっちゃうね。よし、それならバナオくんはバーガーのパンを作るための小麦、そしてまーちゃんはお肉を取ってきてよ。僕はここで留守番してるからさ。なんかちょっと嫌な感じするけどしょうがないね。サボってるとは思わないけど店員さんは必要だもんね。よし、集めに行くよ。二人ともお願いしますね。お客さん来るといいね。よし、僕は二人を信じてここでお客さんを待つだけだ。お客さんが来ない。こんなに可愛いマスコットキャラクターもいるのにね。こんなに素敵なエイドルさんもいるのにね。お店もめちゃくちゃ綺麗でおしゃれだし、バーガーもこんなに美味しいのにね。一体何でなんだろう。みんなここにお店があるって気づいてないんじゃない？それだよバナオ君、田舎に土地を買っちゃったからまだ知られてないんだよ。それならいい手があるぞ。どうするの？この残り30万円のうちの20万円を使って広告を打とう。ああ、それなら知ってもらえるしお客さんもいっぱい来そうだね。駅にもたくさん貼ってもらうなら。よし、それじゃあ早速取り掛かるぞ。広告のデザインはなるべくおしゃれにしていくんだ。そう、SNS で拡散されるように。バレたやつだね。そういうことです。テレポスターが出来上がったね。映えてるかはちょっと謎だけど。いやいや、まーちゃんこれ見てよ。美味しそうなハンバーガーにイケメン店長も映ってるじゃん。これ絶対流行るぞ。これはあとはいっぱい貼っていけばいいだけだね。街中このポスターで埋め尽くすのだ。カシバーガーの存在を知らしめるんだ。あんなにオシャレでかっこいい広告打ったのに全然来ないじゃん。なんでなんだろうね。広告のデザインだったのかな。そもそもこんな田舎にハンバーガーだけ食べに来るのかな。確かにこの周り他に何もないもんね。それならこんな田舎にでも足を運びたくなるような何か作ったらいいんじゃないかな。人が来る何か、人が来る何か。お化け屋敷とか。え、人来なくなるんじゃないの？そっか。いや、でも待てよバナ君、お化け屋敷、それならテーマパーク作ったらいいんじゃないかな。でっかいやつ。ああ、これならいっぱい来そうだね。だね、楽しそう。でもどんなテーマパーク？そうだな、ここは自然が豊かだし、自然を生かしたアスレチックなんてどうだろう。ああ、それならいっぱい来そうだね。作るのに時間かかるだろうから早速取り掛かろうよ。だね、こうしちゃいられないぞ。張り切っていくよ。あれ、先生に言われた日まで残り60日か、急がないと。すごいアスレチックができたね。だね、やってみるのだ。おお、なかなか難しいし、みんな楽しめそうだね。これなら子連れの家族とかでも遊べるし、きっと人がいっぱい集まってくれるよ。できるかできないかの程よい難しさだよね。ここでしっかりと汗を流してもらって、そしてお腹が空いたところで僕たちのバーガー屋に来るっていうことだよ。全部で8コースあるからしっかり楽しんでね。なんか忘れてるような気がするけど楽しんじゃうよ。あ、そうだった、二人とも遊んでる場合じゃないよ。え、僕たちのバーガー屋に人が来てるかもしれない。急いで戻らないと。早速見に行ってみよう。よし、行くぞ。うわ、まだ開店前だっていうのに。すごい大人数だね。アスレチックの効果がめちゃくちゃ出てるね。今日も忙しくなるぞ。もう最近毎日この感じだもんね。だね、お客さんを喜んでくれるからいいけどね。嬉しいけどちょっと疲れてきちゃったかもね。何言っちゃってんの二人とも。さあさあ、まーちゃん、まずは今日の小麦取ってきてよ。バナクマ急いでハンバーガーを焼くんだ。よし、任して。よし、僕は売りさばいていくぞ。すごい好調に売れてる。この調子なら間に合いそうだ。
今の音何？バラオくんじゃないの？いや、おいら違うよ。え？裏の方から聞こえたんだけども、こんな忙しい時期にって。バラちゃんどうしたの？大変だ、救急車呼ばないと。誰か、救急車、救急車。まーちゃん、大丈夫かな？なんとか病院に着いてから大丈夫だと思うけどね。あ、先生、まーちゃんの容態はどうですか？あ、ただの過労みたいだけど、入院費にお金がかかるんだって。お金って一体どれくらい？60万円みたいだよ。60万円？そんな大金？俺たち、お金稼いでてよかったね。まあ、あるにはあるけど、この60万円は。とりあえずまーちゃんの様子見に行ってみる？そうだね。ああ、奥の部屋みたいだよ。まーちゃん、大丈夫？失礼します。うわ、やっぱりちょっと働かせすぎちゃったのかな。楽しんでたけど忙しかったもんね。だね。でも60万円か。ちょっと待ってて。僕の病気を治すためにあと40日以内に100万円は必要。そのうちの60万円をまーちゃんに。でもバナオくんのまーちゃんも最近会ったばっかりだしな。言ってみればほとんど他人も同然なんじゃないか。そのために60万円を払えるのかって。バカか僕は。今60万円払わなくて何に使うって言うんだよ。そうだよね、バナオくん。何のことだかわかんないけど、払えるんだったらよかったね。だね。まーちゃんとバナオくんが稼いでくれたこのお金で、なんとかまーちゃんが元気になるまで入院させてもらおう。先生、60万円払います。きっちり耳を揃えて60万円。これでまーちゃんを助けてあげてください。残り40日もあるんだ。きっと100万円ぐらい稼げるはず。そのためにはバナオくんに頼もう。バナオくん、力を貸してよ。いいよ。何すればいいの？40日で100万円を稼ぎたいんだ。よし、それじゃあ死ぬ気で働くしかないね。よし、やるぞ。ここで稼がなきゃ男じゃないよ。行くぞ。ああ。結局ダメだったな。100万円たまらなかったね。やっぱり急に閉める店なんてもうお客さん戻ってこないよな。あ、まーちゃんだ。まーちゃん退院できてよかったね。どうしたの、そんな暗い顔して。カッシーが必要だった100万円がたまらなかったんだよ。結局無一文。ところでカッシー君はなんで100万円がいるんだったの？実はね、まーちゃんとバナオ君と会ったあの日、お医者さんから余命宣告を受けてたんだよ。余命宣告？そう、残り100日、つまり明日で僕は死んじゃうっていうことなんだ。100万円が必要だったってこと？そういうことなんだけど、頑張ってもダメだったからもういいんだよ。そんなって、あ、私のお父さんこの町で一番のお医者さんなんだよ。お父さんならきっとカッシーくんの病気を治せるのだ。カッシーくん助かってよかったね。100日間無駄だったと思ったけど助かった。カッシーくんも助かって、まーちゃんも助かったけど、おいら100万円なくなっちゃった。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。